ちょうどいいやん。パルモさんとこでイベントやってるわ。こんな雨の中。心配されてる。じゃあ、ここあれじゃん。ジリアン君が脳みそ破壊された場所と一緒じゃん。同じ場所からいつも覗いてるんだな。みんなこっから。大変。急にリブ君が真面目に心配されてどうする？いいことじゃん。びっくりするわよ。バレてね、これ。バレてんのかよ。あ、そうなの？聞こえるの？これ。ダメじゃん。扉閉まった。人が真面目に当たり前って言われて何してくれ。この雨の中、こんな立ち話しなくてもいいじゃない。やるだわな。今、絶賛雨に打たれてるんですけど。心配ないからもう帰ってよ。反抗期みたい。なんでこんなちょっとキレ気味なの？いい加減なところでさ投げ出すんじゃないぞ。3D 文字とかめちゃくちゃ不機嫌。急にリカさんが真面目になるからみんな戸惑ってるんですよ。何があったんだって話なの。お、聞いてくれるじゃん。はん、見てな。わかんねえかな。すごい、知りたくなって真面目にやってみるんだ。すごい。なんかいいこと教えてるな、パルモさんな。なんかわかったか。やっぱり。パルモさんのお仕事知ってもいいかな。なるほどね。素直に従ってんだ。何ですか？ああ、今日で終わっちゃったよ。ああ。微妙にバカにされてる気ちょっとバカにされてるな。真面目じゃんって言って茶化されてるしな。薬学代くれ、薬学代8時に言ってないか、薬学代を。でも真面目に勉強してるんだよな。マーティン君、何してんすか。こんな雨の中黄昏なくても傘も差さずに。めっちゃ笑顔やん。え？リクルはこんなもん。なんか、え？嘘、怖っ。怖っ。ハンマーと喋ってる気がする。おい、お前、気を消されるぞ。ハンマーで殴って。道具のトイレに集中してる。道具に名前、リクロ？モデルは何から取ったの？それハンマー、トンカチでもハンマーでもどっから取ったものないのか。何？ 6 個目だから。え？まあ確かに一緒に風呂入ってなかったからな。まずこれが一郎、これが二郎、これが三郎って教えてくれるから。すごい、めっちゃブラコンだった。セシルだって入ってる。両親を失った。あ、そう、なんか、セシル君が言ってたな。失ったのか、失踪したのか知らんけど。いや、セシル君一人でも頑張っていけるよ。そうか。自立してますよ、セシル君。ちょっと、絡まってるけど、探偵として。もう、こないちゃんと仕事したからな。村雲さんの、が騙されてるの見抜いてたし。この、マーティン君に対してはさ、このエリートについていけない彼女みたいな距離で近づいていくの何なの？あの、仕事熱心な彼氏についていく彼女みたいな。口説きに来てるマーティンが。ぜひ声をかけてください。なんか、ここよりにもよって。なんでみんなさ、あの水のやつ何も言わねえの？あれおかしいだろ。こんな雨の中読んでんの？プリシアからの手紙だよ。風船に手紙つけて飛ばすやつだし。私たち交換日記みたいに手紙を交換し合ってるんだ。ここ読み上げるんだな。死ぬほど仲いいよ。いやいや、それほどでもある。あるんだ。見てよこれ、じゃーん。どうやって届いたんだこれ。いいなぁ。
へえ、フルーツ。そう、フルーツさ、取れる場所少ねえんだよな。オレンジとリンゴしかねえし。どこにブドウとかあるんだ。プレッシャーってば、本当に。え、何を言いよどむ。え、プレシラってさ、本当に優しいよね。可愛いし、おしとやかだし。なんか急にコンプレックスが。君もそう思わない？私は、こういう手芸とか、お料理は苦手で。お前得意なこと釣りぐらいだもんな。女の子らしくないんだよね、私。おい、アレス君。頑張れ。だからさ、時々ダメだなって思っちゃう。ルーシーだけ攻略進みすぎじゃない？なんで？なんでね、冗談冗談。一人だけ恋愛の距離で突っ込んでくる。いいぞ、コンプレックスまみれは。大長編。何も言わなかった、アレス君。なんか言ってくれると思ったのに。そんなのね、言ってくれると思ったのに。本当に嫌だったら交換しないよ、手紙交換なんて。あ、ちょっと待って、まだいっぱいある。ちょ、村君、みんな橋で黄昏るのやめてもらっていい？通り道じゃん。あ、これ通り道の会話ぐらいの感覚なんだろうな。村君もさんも紹介しようぜ。何、村川さんも黄昏てない、黄昏てなかった。ルーンスフィア。あ、愛の鱗。え、知り通りしてる。ここだね。コーンフレーク。え、もう三人でやってる。村川さん、これ審判じゃん。そうだよな。いや、もう負けてる可能性がある。グリーンじゃねえ、グリーンドラゴン。ダメじゃねえか。負けちゃった、リュウカ君も。あ、うんずいる、うずふ、なにこれ。そんな言葉知らない、俺も知らない。勝手に続けたことない。これ存在するんだろうな。え、今作ったろう。反則反則。審判？村久保さん審判なの？俺と同じことを。何してんだ？これ審判いる？チリドルに。こんな、そして雨の中やる？もう全部のイベントでこんな雨の中でやるっていう言葉が入ってる。あ、存在すんの？博識。なんでこれ知ってんの？ベアトリスはまだしもさ、え、博識すぎんか。よくご、すげえ、解説自分でしようと思ってたのに、実は審判知ってたっていう、なんかすごい。知能バトルだ。運を発動するかどうか諸説ある。ちょっと待て、学者じゃねえか。お前進むべき道間違ってるだろ。え、泊まり加減聞いたせいで裁かせてもらうぜ。大岡裁き。うわ、有効、勝負続行だ。よく話聞いて覚えてんな。褒めに来た。本当だよ。いろいろ学んでるってわけなんだよ。審判に集中しなきゃならない。職務を全うすることに対して。何を見てるの？そうだよ。待って、今、ルーカスさんってあの人どこに住んでる？あ、もうルーカスの家があるわ。ね、こう。いい家住んでんね。馴染みすぎじゃない？何もない。あんまり馴染めてないかもしれない。
この部屋が一番興味深いよ。いいな、その部屋がね。ほう。何が？そんなか。絶対村雲さんとかの方がニコニコしてる気がするよ。なんか、怖いな。平吉影みたいなの。正解どう？そうなんだ。探偵向きだな。探偵事務所でバイトしたら。しかし、アルバーナ、プロデグリエート、シアレンスの花。何これ？カブトムシ、天国へ至る道。セルザウィード、え？俺の夢の名前じゃん。世は美しくあれ。お前スパイか、もしかして。あなたの名前も美しいですよ。なんで口説いてきてんの、この人。照れるな。おや、攻略されてる。おい、やめろ、記録するな。おい、こいつ狙われてるぞ、お前。怖え。この、こいつのメンバー女装するの怖え。めっちゃミニマリスト。ああ、意外に靴作りたいんだけどな。うわ、ダッサ、このメガネ。嘘、ダサ。外して。外すか。うわぁ。スラーン。うわぁ。スラメン。うわぁ。スラメン。よし。まあ、全部これで解決できるわ。へいへい、来たぜ。水ばっか。ここです。私が目を覚ましたのは。覚えてるんだわ。ここ結構危険地帯だったら。あれ？ないね。本当ですか？はい。何しろ私はここで。思い出しました。思い出しました。何かに襲われた。後ろにいるぞ。しかし。それが何だったな。お前タコ嫌いそうだな。それですか。後ろの。ほう。これです。私は見るなり、いきなり頭、いきり立って頭をガツンと。だから記憶を。じゃあこいつ頭打っただけ魔法陣じゃないの。火でもやってみよう。普通に殴るでしょ。ちょっと殴れねえ。うわ、ちょっとスラムしてえな。スラムしてえな。なんかスラムできそうなもんくれねえか。危ねえ。あっぶねえ。どこ対応できたな。危ねえ。めっちゃ重かった。いや、もう殺すわ。よし。ズボンビチャビチャだろ、それ。ぐちゅぐちゅするだろ。何称賛しとんね。お見事、お見事。素晴らしい腕前です。余裕あるな、こいつ。すごいですね。熱いと言われて記憶を失う。首もげそう、あれ。はい。幸い、なんで興味なかった。私一つ思い出したことがあるのです。なんだ、モンスターか。いいえ、神です。は、ついに頭おかしくなったか。え、ええ、どうやら私神だったようなのです。嘘、本当ですか。まあ確かに瞬間移動できるしな。その証拠にホラーじゃねえよ。何する気なんだ。あ、それね。瞬間移動ね。ね、ねじゃねえ。これ種も仕掛けもないんだよ、本当に。やめろ、お前これ。中世で人騙すやつじゃねえか。え？竜の悲鳴っぽいのが聞こえたな。もう、軽い気持ちで出てくるな、君は。おい、こいつら帰るのだるそうだな、で来てくれたな。タクシー代わりじゃねえか。
ありがとう。音符をつけるな。マシュマロに乗せていってもらいますよ。うん。思い出しました。へえ。はあ。何思い出したんですか、ルーカスさん。はい。ありませんでした。そうだ。ハムドラゴンいましたよ。スカーレット。はい。ああ、やっぱソウルスキンの登録情報ない人なんだな。多分、アレス君もなかったんだろうな。迷宮入りだな。ここすぐ迷宮入りする。もう、家持ってるしな、こいつ。おい、誰か旅館に行ってくれ。あそこさ、村久保さんのワンオペじゃ回んなくなってるから。おい。おや？ああ、何思い出したの？結局、竜見て。うん。はい。ああ、竜、どっち？闇の方かな？アムダラゴンに言うほど竜か。え？誰だ？闇色の竜が復活して誰かに合流してるってことか。なんだと？いいですか？はい。神に誓って。と言っても私が神なんですか？すごいな、こいつ。神を自称するやばい人だろ。教祖になろうとしてる。そうだな。ですが。オズワルド脱獄は早すぎるだろ。まだ事件がもう一回事件始まったからな。リビア所長、解決してねえもんな。今日はもういいぞ。そうだ。やんのかな？言い方めっちゃ可愛いね。じゃあ。ハインツ、なあ、やっぱハインツさんのとこ行くんだ。く、はい、次クリアさ、旅館に行ってくれ。あと一人くらい来るよな。来ないかな。もう全員かな。おーい、この人材手放してくれ。おいおいおい、よく来てくれたね。そうだね。漫才か。ほう。お前ボケだろ。ハインツさん。やーねー。和芸のイロハが丁寧に。俺も知りてえよ。ルーカスさん。書くな、熱心か。覚えるの、和芸のイロハ。はい。喜んでじゃねえ。めっちゃ楽しそう、この人。この人マジ人生楽しそう。はいよありがとうございます。いやでもルーカスいなかったハインツさんほとんど絡むことないんだよ。ありがたいですね。いえ。引きこもりだから、他のイベントにも絡んでこないし。あ昨日の調査の結果かな。おはようございます。朝起こしに来てくれてる。はい。脱走したか、オズワルド。はい。あ、脱走したわ、これ。うん？はい。ああ。どうして？なんでだ？なんで逃げ出したんだね。やっぱ、ガンの局長か？あ、脱獄なんだ。はい、報告します。へえ、なんか情報聞き出してないの？行きましょう。え、情報遅くない？脱獄の情報。隠蔽されてない？どうして？あー、どこ行かされるんだ？どこ？やばそう、そこ。はい。どこにあるんだ、それ。その。怖っ！恐怖のあまり一晩で髪が真っ白になる。やばすぎるだろ。うん。ゴブリンコ。オズワルドが来るはずがない。うん。ああ。どういうこと？え？
そうなの。え？うん。同じ属性のルーンスポット。なんか、属性ボーナスが出る、発生するんだろうな。そうだな。行くしかねえ。一発逆転って。怖すぎるだろう。確かに。ああ、マジで追い詰められてる可能性があるってことか。おじょるな、何者なんだ、あいつ。私は行きます。行くんかい。呪われたちか。はい。私は。足が震えてる。そこまで。これは。じゃあ無理やり連れてこうぜ。仲間にして。さて。行くしかねえ。はい。そこなんだ。闇色竜とかな。うん。復活させるの俺だしな。な。え？わかりました。これ絶対アリス君関連じゃん。あ、そこにあるんだ。へえ。結構近場だったんだ。結構近いところに危ないもんあるんだね。村くんもさ、うわ、何これ猿の死体？あ、人形だったわ。ええ？いや、誰かの所得物だろ、これ。警察に届けろ。ほんとだ。うーんって。変な主張が。またなんかさばいてる。持ち主を決めるには決定打にかける。そこでだ。え、あれ、大岡さばきじゃん。大岡さばきだよな、あの、子供の両手引っ張って、先に手を離した方を、子供にするの。ん？の親って決めるやつ。いいよ、やってやる。絶対離さねえ。てか、この二人ちぎりそう。では行くぞ。用意、始め、ビリッくらい行けそう。いや、ほんとだよ。ああ、フラグ立っちゃったよ。ああ。この脳筋蓋にかけたよ。ちぎれるちぎれる。頭と舌で。お、これ違う。これこういう遊びになっちゃう。ほんとだ。俺の知ってるお前やっぱおさばき系、なに、さばきキャラなの？ちぎれるちぎれる。ああ、言ったよ。ちぎれた。綿が出てる。ちぎれちゃった。もう遊べないの。めっちゃ最高発言に見える。なんか違うことして遊ぶか。飽きられた。殺して飽きた。残虐。子供ゆえに。おい、踏んでいくな。勝負は引き分け。いや、どっちも勝ちだ。負けだろ。誰に一つ、私に人形勝てる。それ人が。いや、本当だよ。男に二言はねえ。確かに、そういう意味では勝ちだな。さあ、行くぞ。そうだろう、そうだろう。本当だよ。無駄に殺されたよ、人形。よかったか？人形の立場になってみな。そこに無残に転がってるぞ。ああ、消えてったよ。死体が。あ、また村久保さんがイベント転倒してる。うおー、村久保さん！次はどんな裁判が行われるんですか、村久保さん。教えてくださいよ。いやー、次の裁判期待しますよ。ねえ、村久保さん。お、裁判か、これ。あ、モンスターボックスではない。目がないからな。一番、下のやつが目じゃないからね。
宝石セット。せやな。ちょ、じゃあ落とし物拾いました。これ1年だったら俺のもんすよね。何してんの？失礼しまーす。今年もひょっとに届けに来ました。えら。おお、それは。は？え、そうなの？ほんとか？希少な宝石が。足りないんですよ。7つ入っていたはずなのに。え？確かにな、6つだったな。こいつ最悪だな。どうなの？いい度胸してんな、ここで。よう、このシートのさ、お膝元でそれ主張する気になったの、お前。そらそうやろ。これ死ぬほど性格悪いの来たな。これ何？何が入ってんの？いや、いらねえだろ。おい、アレス、剣を抜け。こいつにスタラム決めようぜ。おい、こいつスラムでダメージ与えようぜ。詐欺とは心外な。お前、こっちにその責任はねえんだよな。難しい言葉知ってんだ。あ、調べに行くんだ。こいつクズじゃん。殺さなきゃ。こいつ存在してていいやつじゃないですよ、この世界に。殺しましょう。話は全て聞かせてもらったぜ。どこで聞いてたんだ、本当だよ。俺の身特別性なんですよ。どっから聞いてたんだ。この村上はオッケー、分かってます。嘘だろ、こいつ。裁きに来たな。法廷をその場で改定できる。能力だろ、もはや。面白そう。おい、さっきまでの切れ気味だったのどこに行った？おい、アレス君、剣を抜け。こんな裁きなんて必要ない、殺そう。スラム決めたれ。所長のお墨付け裁かすとなおぜ。このスタンドがな。早くしてもらいます。忙しいか、言うほど。おーん。俺と同じこと言うな。石が何だったって言ったな。ええ。え、そうなの？あ、確かにな。逆転、発想の逆転じゃん。発想を逆転させるんだ。ああ、そうだな。なるほど。お前じゃあ7つあったこと証明しろよって言うんだな。強っ！村雲くん、村雲さん、レスバ最強じゃん。頼りになる。あんたのもじゃね、今の時点で。この先どうなるんですか？せやな。そうだよな。俺が拾ってきたのかや。俺が拾ってきたぞ。はい。6ヶ月やて。やった！俺のじゃん！やった！最初から6つだった。おお。するって何か。こいつ時代劇大好きだろ。この俺の大切な恩人をよ、無事入れてる。
首跳ねられる。引導。マジ、やめろ、おい、やべえ、あいつ殺しに行くぞ。黙ってみない、助けてくれ。目をそらすな。なんか聞こえたか。おーい。いえ、何を。ああ、死んだわ。後ろから撃たれたわ、あいつ。アレス君、ガンミじゃん。左右に往復してる。早く捕まってしばけ。ブチギレ。おい、追い詰めてる。よろしいのですか。はい。絶対無理だよ、こいつ。人を騙すことでしか生きていけねえよ。早くスラム決めようぜ。心を入れ替えますので。まあ、こんだけ追い回されたらな、こんな狭い部屋で。もう、生きるか死ぬかだと思うんだ、これ。多分、村雲さん殺してたよな。すげえ、一瞬で怒りを忘れてる。悪人よ、ま、いやー、どうなんですかね。真人間なれるんですかね、あれ。裁きのおかげです。顔が熱く、褒められてる。てか、やっぱり村雲さんさ、攻略対象の割には性格大人すぎるんだよな。